SV ダルムシュタット98はドイツダルムシュタットに本拠地を置くサッカークラブ。2020から21シーズンはブンデスリーが2部に所属している。1898年ダルムシュタットに FC オリンピアとして創設されたチームが起源である。1911年にドムスト・トタース C と合併した。 1970年代後半から80年代前半にかけてはブンデスリーガへの昇格を果たしたこともあったが、間もなく降格した。その後は、成績が振るわない時期が続き、オーバーリーガまで地位を落とした。2004年、オーバーリーガから昇格して、レギオナルリーガへ昇格を果たした。2011から12シーズンには、ブンデスリーガ3部に昇格したが、18位となり一度は、 シーズンでのレギオナルリーガーへの降格が決定したしかしキッカーズオフフェンバッハが経営破綻によるライセンス剥奪によりレギオナルリーガーに降格が決定したため一転して3部残留となった2013から14シーズンには3部で3位となり入れ替え戦で2部16位のアルミニアビーレフェルトを破り2014から15シーズンの1992から93 シーズン以来22年ぶりとなる2部昇格を決めた。2部での戦いとなった2014から15シーズンでも、快進撃を続け2位でフィニッシュし、1981から82シーズン以来34年ぶりの一部昇格を果たした。しかし一部での戦いは、苦戦が続き、2016から17シーズンには、元ドイツ代表のトルステン・フリンクスを監督に迎えて、挽回したが、 第32節終了時点で17位以下が確定し、2シーズンで2部降格となった。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 県外選手を示す。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は、 FIFA の定めた代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。